はい、えー、それではですね大変お待たせをいたしました、えー、皆様どうぞ大きな拍手でお迎えくださいサマーフィルムに乗って裸足役伊藤真理香さんどうぞリンタロ役の金子大樹さん <laughs> そして松本総志監督ですどうぞ えー、皆様本当に東京国際会場にようこそいらっしゃいました。えー、この素晴らしい、えー、作品を届けてくださって大変光栄に存じております。まず皆様から、えー、今回の初上映を終えられた、えー、お気持ちと、そして皆様へのご挨拶のお言葉を、えー、頂戴できたらと思います。まずはあ松本監督お願いいたします。えっと監督の松本総士です。えー、っとこのような、えー、晴れ舞台で上映することができて大変光栄に思っております。 えっと今日はよろしくお願いします、えー、続きまして金子大地さんお願いいたしますはい、えー、こんにちは、えー、凛太郎役を演じました金子大地です、えー、こういう時期に足を運んでくださって、えー、この作品を見てくださって本当にありがとうございますどうでしたか <laughs> ありがとうございますあの僕自身本当にすごく自信作だったので こういう反応が見れて本当に嬉しいです今日は楽しんでいってくださいよろしくお願いしますありがとうございます、えー、そして伊藤真理香さんお願いいたしますはい、裸足役を演じました伊藤真理香ですえー、本日はあの映画祭という憧れの場所にこんなに早くに立てて本当に嬉しいです今日は楽しんでいってくださいよろしくお願いします はい、どうもありがとうございました。えー、プレスカメラマンの皆様、えー、この後は、えー、フォトセッションまでフラッシュのご使用をご遠慮いただけますと助かりますそれでは、えー、私のほうからいくつかご質問を、えー、させていただきたいと思うんですけどまずは松本監督あのこの作品、えー、三浦直之さんのお脚本でありますけれども、まあ、青春映画であり恋愛映画であり時代劇であり SF であり <laughs> 友情物語であり 一体どこから取り組んでやろうかっていうような思いだったんですかちょっとそこの辺り聞かせてください、えっと、まず青春映画を撮ろうっていうところから始まってで部活物にしようで、まあ、物を作る話にしようで映画,映画作りにしようで映画の題材何だろうって決めな何個かいろいろ作る映画を まあ、あと他にちょっとロマンポルノ映画とかそういう候補もあったんですけど高校生でそうですね <laughs> っていうというので何個候補があっていくはい,、はい、いろいろ考えていくうちに、まあ、未来から未来からかん主人公のファンが来るっていう設定を思いついた時にあじゃあ時代劇好きな子がやったらこう矢印が過去に、はい、過去に向かって面白いかなというので。はい でそこからなんかこう青春帝政府という二台柱でいいろろ詰め込んだ感じです、はい、壮絶なあの構想とアイディアが、えー、詰まっている割には全然ごちゃごちゃしている感じがなくてです、ね、非常に爽やかに完成されているのが私も見ていてすごく感動したんですけれども伊藤さん脚本を読まれた時にこれは大変だと思われましたかどのようにお感じになられたでしょうか。そうですね あの私、監督とあの松本さんと脚本の三浦さんと2年前にもショートフィルムでご一緒しててなんかその時から映画をやりたいんだっていう話は聞いててこうやっといただいた時に確かにあのなんだろうただのかなんか時代劇オタクっていうだけじゃなくて最後に本当に盾が入るっていうところとかなんだろうやったことないから。 大丈夫かなっていうところはすごいありました。<laughs> あの金子さんはいかがでしたか？この役をどうしようかと思われ、思われましたでしょうか。そうですね。まさか未来から来た人を演じるとは思ってなかったんで、んでも、僕もあの三浦さんと以前、あのドラマで一緒にお仕事をしたことがあるんですけど、あの脚本を読んだ時に、やっぱり三浦さんしか書けないような。 話だなって本当に思って。あの。全然その映像が、その想像できてなかったんですけど。死者見た時に本当に感動して、はいあの。演じれてよかったなと思いました。はい、伊藤さんは。時代劇は。ど、どういうイメージを持ってらっしゃいました。時代劇は、あの。本当に。あまり見てなくて。 これを機に、裸、ま、足、あ、としてたくさん作品を見ようと思っていたんですけどそれを見たときになんかずっとやっぱり色あせないなんかこのなんか私の世代でも楽しめるエンタメがちゃんとあって、うん、でエンタメもあるしあのラブストーリーもあるしまさに、あのなんだろうこう裸だが描きたかった時代劇が詰まってて。 あだからこんなに惚れ込んでオタクになっちゃったんだっていうのも <laughs> なんか自分はすごい見てて思ったし特に「勝心の座頭市」とかしびれるなみたいな見方を<あ> <laughs> してました。はい、<laughs> 伊藤さん自身もそう思われたは裸、い、足がちなみに教室で教室か部室であの黒板にいろんな時代劇の名作を書いてみんなでレクチャーしてみんなが寝てるってシーンがありましたよね。あの中の中本が 東京国際画祭で今 4K デジタル修復で上映されていましてですね <あっ S 1> 無法末の一生というもし今週末はいお時間ありましたらこれは行かないと金子さんは時代劇に対してどういうイメージをそもそもお持ちでででししたょうかそううかかそすねなんかこう日本が誇るうん、まあ、日本映画だったりなんかう そういうあのた <laughs> <つ>盾はもうご経盾は今回が初めてですね。で相手が伊藤さんだったんで、はい、すごい練習したよね。そう本読みの後にすぐにもう練習に取り掛かってすごいんだろう合わせてくださって何とかできた、ね、監督はそこはどのように盾をこう2人に。 指導されたんでしょう。えっとまあアクション監督の方がいて、まあ僕ずっとただ見てるだけだったんですけど。二人もすごいセンスあって、まあ伊藤さんもともダンスがお上手なので、まあ知ってたんですけど、金子くんもすごい身のこなしが軽やか、最初からもう軽やかで、なんかすぐできできてましたよね。できたました、できました。なんかすごいセンス、センスありました。裸足の活身のこう。 いやり抜きのポーズがとっても決まってるんですけどものすごい研究しましたっやっぱりこのやっぱ時代劇オタク活進オタクとしてやっぱりそこは、まあ、きっとこれからサマーフィルムを見る方にいらっしゃると思うんですよ時代劇が大好きで活進が大好きみたいな,なんかそういう方にもちゃんとんだろうな納得していただけるような動きになればいいなと思ってポーズだけでも頑張って。うんうん 研究したつもりです。<laughs> あのまあ時代劇の要素もありつつ S.F. もあるということなんですけれども、監督はこの映画をまとめていく中でとても苦労した部分っていうのがあるとしたらどういうところだったでしょう。えっとそうです、ね。はだ裸眼が悩むのがの映画がなくなるということが、うん、未来映画がなくなるっていう未来があるけど裸足はでも 巨匠,として巨匠としての未来もあってその先の未来は絵がなくなっているっていうのが裸足の一番このもストーリーの一番のボトムになるところが、うん、そこがどれだけその共感されるのかなっていう、うん、見てる人にとって、うんうん、それもう別に裸足はもう巨匠になれるのがらいいじゃんとも捉えられるかなっていうところで、うん、脚本の時からずっと悩んでいたところですね。 あのちょうど3月に撮影をしててあのコロナで中断して、はいはい、でその自粛期間中にそのラストシーンを残してあの止まってたんですけど、はい、まあちょうどその映画界も結構危ないことになっていて実際映画館映画が危ないっていうのと、まあ、このストーリーのラストがすごい重なるところがあって。 結構もうこのラストでいいのかなっていうのは結構、本気に悩んだりししてましたね監督も悩まれたということなんですけれども先ほどちょっと寒い時期の撮影も重なったということも少し伺ったんですけれどもえ伊藤さん、金子さんにお伺いしたいんですけれどもちょっと撮影時のつらかったエピソードとかお披露目いただけますでしょうか。どうううででししょょ金子さんかかからいかがでしょういやとにかく寒かった <laughs> です。あのー、はい、そこがしんどかった。まあ、そうですね。ねなんか特に、あ、すごい本当に寒いなって思ったのは、あの一番最初にリンタロウと会って出会う出会うシーンの、はい、あの肌がこうやってあの活身の真似して、こう外の開<っ>けたあ開けた場所で、はい、こう何、刀をやってる時とかは本当にどこにも壁がなくて。 なんかどこも風をよけれなくて寒いなっていうのとかあとは秘密基地ああ秘密基地のワゴのン車の中とかなんか本当にすっごい寒,か寒くて結構震えてたんですけど、ええ、なんか伊藤さん結構強くて、ええ、なんかそんな感じ一切出さなかったからやっぱそこすごいなと思って <laughs> こんなにねキャしゃな。<laughs> 細いのにすごいなと思って、俺も頑張ろうと思ってずっとこうやってやってます。ああた <laughs> 一応ぜ全部これ夏休みっていう設定ですもんね。うん、そうですね。そうですよね。監督からは何かあのこう映像上できちんと夏に見えなきゃいけないみたいなところで苦労されたこととかあるんですか？はいはい、あ、そうです、ね。すごいやっぱ寒がるんでみんな。 そりゃそうででねね <laughs> 寒いですもんスタッフはみんなダウ,ンダウンとか来てるんですけどもう本当申し訳ないと思いつつ「はい、用意」って言ってから「用意」でみんなが「7月」って叫んでスタッフが叫んであっ思い出すそこで気づくんですよ「すあっそっか7月か」っていうか,かうすごい言ってくれて「7月」「8月」みたいなのを言ってくれてやっと「あっ夏だね」みたいなみんなちゃんと夏のテンションになって。<うん S 2> <laughs> なるほど。もう一言がないと、やっぱりちょっと小声死にそうなぐらい寒くて。でもその一言でスイッチが切り替わるっていうのは、やっぱり役者さんっていうのはすごいですよね。うん、あの、本当にあのお二人ではなく、だけではなくて、周りの共演の皆様も本当にすごい魅力あふれていたんですけれども、現場の雰囲気っていうのはどう？どうどうわけは嫌だったんですか？それとも。 ライバル同士でピピリビリしていたか <laughs> 全然なんか私はなんだろう,こう,役,に、まあ、だろう役に入るっていう言い方ちょっとかっこよすぎるんですけど裸足としてはやっぱりこうみんなと現場でその撮影じゃないところでも仲良くしないとそれは松本さんとも最初にお話ししたんですけどいかにあの3人組 女子3人組が本当に仲いいかとかうん、うん、裸足組だったりり太郎の関係性だったりが本当に仲良くならないと多分画面に伝わらないかなって思ったので,で、ね、結構最初の段階からあの人見知りはしてたけど頑張って自分から話しかけに行ってでもそしたらみんながやっぱりこの作品を何だろう愛してくれてるからみんなが同じ気持ちになってうのしたりとか。 うのし,したり。で、僕逆に、あの、未来から来た人なんで、でね、馴染みすぎだと。ああ、そうか。もう少し本当は距離があったもん、ね。ん <laughs> <だ>普通に肩組んでるみたいな。ことをしちゃって、そこは言われましたね。<laughs> えー、注意されました。あの、かりんさんともライバルなのに、友情がどっかにあるっていうのがとっても素敵。ですね、うんいや。私もすごいそこの関係性が、大好きで、うん、でも。 まあ撮影した時ももちろん,なんだろうそのシーンを撮ってたけど改めてこういうふうに形になってあこれだけかりんとの友情お互いライバルどうしだけどやっぱりなんだろう映画がお互い大好きだからこそリスペクトし合って助け合ってるんだっていうのがなんか画面を通して伝わったので自分の中で。 かりん組が最後の撮影を手伝うシーンはあそこ泣けますね、はあ、もう見るたびであそこ涙ぐむんですけれども <laughs> 監督、ちなみにちょっとあの皆さんも気になっていらっしゃるかもしれませんけれどもビート版とかブルーハワイ、はい、どどこからこ,これは名前は、えー、っと三浦さんと一緒に考えて作ったんですけどとにかく夏っぽい名前は <laughs> <laughs> そういうことだったんですね。<laughs> あのはい <laughs> すみませんあの朝エリュでありがとうございますえっ、ー、とではですねちょっと時間もあっという間に来てしまったんですけどやはりあの本当に見どころがたくさんある作品なんですけれども、えー、まあ監督も含めて皆さんからそれぞれお気に入りのシーンを、うん、ここが好きだっていうシーンをちょっと、えー、お伺いできますかねもいつじゃあかねっこさん考えてらっしゃるなじゃ大丈夫ですかはい監子さんから<あ>はい。 えー、どこだろう。なんだろう、でも。あの裸足組が。みんなでこう。撮るぞって。なんかいろんなシーンを撮ってってるカットとかはすごく好きで。あのワンカットで。あの。ずっと、なんかこう、なんど、なんて言えばいいんだろう。うん、ワンカットで。縦のシーンが。あはい、はいはい、あの。ね、あの。神社、神社、ね。あ、そうです。そうですはい。そこがすごく好きですね。うん、伝わったか。すみません。 伊藤さんはどううでしょうか私もあの本当に裸足としても,も自分としても猪太郎と根之助が大好きで <laughs> もうこの2人があの格好してあの海にいるだけでもう,もう早く撮りたいみたいな <laughs> もうここの2人を撮ってるみんなとのなんだろうな なんかこういろいろうまくいかないとか,なんかそういうのをいろいろ頑張ってるところとかはやっぱ一緒に撮ってて楽しかったし何より本当にもうかっこよくて「猪之太郎」とかも「根之助」もう根之助とか <laughs> マジの武士なんて言うんですかねゴリゴリ,、ね、ゴ,リ,ゴ,リゴリゴリすぎ高校,高校生じゃないなって <laughs> でもその2人がこう並んでるのが私はすごい大好きで。 素敵だなって思いましたした監督はどうでしょうでょ僕はもう本当ラストシーンラストの、えー、特にラストカットの2人が見つめるところで、はい、あのちょうど撮影もう本当本当に最後の最後に撮ったんで<ー>他のキャストみんな帰っちゃって、えー、もう本当二2人だけの空間で 2>,、はい、2人だけスタッフだけの空間で、まあ本当僕やれることないなと思って、うん、最後の表情とか <laughs> と思っててまずはだを取って。 話がすごい素晴らしくてでリンタのところに行ってこれどうしようかっていう話話が良すぎるけどリンタろどうしようかって話をした時に韓国君が「お任せてください」と言ってくれて「<ー>もうじゃあお任せします」って <laughs> <laughs> 感じでしたすみません本当ラストシーンがあのいいのが撮れたと本当に思ってます正直めっちゃビビってました <laughs> うわめちゃくちゃいい表情してるやっぱどうしようみたいな で一瞬ね、<laughs> 二人で<や>話しました、ね、一瞬二人で、監督と一緒にど。どうする?どする。どうする? <laughs> どする。どうする?。<laughs> <laughs> ありましたね。素晴らしいラストシーンに、結実していたと思います。ありがとうございます。はいえー、最後に、また皆様から一言。いただいてですね、えー、舞台を締めたいと、いうふうに思います。えー、まずは、伊藤万理華さん、お言葉頂戴できますでしょうか?。はい。えっと。そうですね。この映画は。 もちろんあの時代劇が好きな人も映画が好きな人にはもちろんあの本当に見てほしいんですけどなんだろうこう今の時期になかなかこうものづくりだったり何かを作るっていう一歩が踏み出せていない状況が続いてると思うのでなんかこの映画を見た時に何か自分でもやってみようとか思ったり少しでも明るい気持ちになれてうん映画って素晴らしいなって 本当に思ってほしいしぜひやっぱりこの作品は映画館で楽しんでいただきたいなと思います本日は本当にありがとうございましたありがとうございます続きまして金子大地さんお願いいたしますはい、えー、本当に今日はねこういう時期なのに足を運んでくださって本当にありがとうございますあのー、この映画は多分 見た後にちょっとほっこりするような映画なんでなんかこういう時期になんか少しでも元気を出してもらえたら嬉しいなと思いますあの「サマーフィルムに乗ってを」をいっぱい広めてくださいあの本当に <laughs> 皆さんの力で多分この映画がもっと大きくなると思うのでよろしくお願いします。今日はありがとうございました ありがとうございます。えー、それでは松本総司監督お願いいたします。はい、えっ、ー、とこんな時期にあの劇場まで足を運んでくださりありがとうございます。えっ、ー、とこの映画まだあのできてから5人くらいしか感想をもらってなくて本当はもう一人一人話を聞きたいんですけどというような感じなんですがはい来年公開で、えー、とまあ少しでも長くスクリーンに愛される作品にしていきたいと思うので。 皆さんお力をお貸しください。今日はありがとうございました。ありがとうございました。皆様、えー、本日は上映そして、えー、上映後のお舞台挨拶、えー、皆さんお付き合いくださいましたありがとうございました。どうぞ大きな拍手で、えー、ゲストの皆様をお見送りください。えー、松本幸四監督伊藤ま理かさんそして金子大地さんでした。どうもありがとうございました。